三遊間が広くなりますよね、はい、バッターのその小松君がですね、三遊間を打てればいい形になると思うんですね。なるほど。第5球ワンボール2ストライクから長い間合い投げました。ランナーこのまま見送ってボール2ボール2ストライク115キロの2チーム、はい、ここもランナーのスタートはありませんでした。2ボール2ストライクです。一塁ランナーの後藤は岩手大会を含めて盗塁はありません。2ボール2ストライクの6球目を投げました。セーラー空振り、空振りの三振、3アウト。5回の裏、岩手一関学院1点を追加して4対2。ただこの後のピンチはしっかりと野村が切り抜けました。5回を終わって4対2、その差2点と変わっています。ではここで全国の交通情報です。日本道路交通情報センターどうぞ。はい、東海、北陸、近畿地方の状況からお伝えします。北陸道の舞原ジャンクション方面からの下りは鶴ヶ谷インターと越後インターの間が最後のため通行止めです。名神高速道路の上りは京都東インター付近で15キロ、中国道の下りは宝塚インター付近で8キロの渋滞です。東名阪道の下りは八戸インター付近で工事のため3キロ渋滞しています。関東甲信越地方の状況です。東名高速道路の下りは神奈川の大和トンネルで13キロと伊勢原ジャンクションで4キロの渋滞です。中央道の下りは東京の日野バス停で22キロ、相模湖インターで7キロ渋滞しています。関越道の下りは埼玉の高坂サービスエリアを先頭に23キロの渋滞です。日本道路交通情報センターの松山です。日差しはありません。上空雲が占める割合が多くなっている阪神甲子園球場。第104回の全国高校野球選手権大会、夏の甲子園大会7日目を迎えています。今日第1試合、大分明豊対岩手の一関学院のゲームは5回を終わって4対2、岩手の一関学院が2点をリードしています。この後第2試合では青森の八戸学院光星対愛知の愛工大名電のゲーム、さらに第3試合では山形の鶴岡東対滋賀の王、第4試合では長崎の海星対奈良の天理という2回戦4試合が予定されている阪神甲子園球場です。雨による大会の順延などもなく日程通りにここまで大会が進んできています。第104回の夏の甲子園、ただ49代表校のうちまだこの夏甲子園でプレーしていないチームがあと5チームあります。佐賀の有田工業、島根の浜田高校、熊本の九州学院、愛媛の帝京第五、智弁和歌山、この5チームは明日大会8日目に試合を行うことになっています。今日ゲームを行う計8チームは初戦に勝って甲子園球場で2試合目をプレーしています。この放送の解説は東邦高校から法政大学、そして社会人野球 JR 東海でキャスターとして活躍されました。その後 JR 東海では監督も務められました大谷正成さんの解説です。大谷さん、はい、まあ、ゲーム序盤1回2回に岩手の一関学院がチャンスを作って3点をリードする展開になりました。その後明豊高校はまあ1回から得点圏ランナーを詰めながら得点を上げることができなかった中で4回の表に2点を取って、さらに4回の裏に一関学院が三者凡退、そして5回の表大分明豊いい当たりの外野フライ3つで、まあ、ゲームの流れがどう動きますかというような話をしていた中で5回の裏に岩手の一関学院がヒット1本で1点を追加しました。小林さん、このゲームの流れなど含めてどんなふうにご覧になりますか。先ほどはね、互角だというふうに、申しましたが、はい、5回にですね、一関学院が相手のミスによってですね、はい、エラー2つによってためたランナーをですね、まあ、犠牲フライで1点取りました、はい、やや一関学院に流れは傾きつつありますが、先ほどですね、明豊のクリーンアップが矢野君のストレートを捉えています。そうですね、はい、タイミングがあるときで、いつかにですね、やや一関学院に流れは5つも、ここからね、明豊の打線がですね、
この寺尾君のストレートにしっかり対応してくると、まだまだこのゲームはですね、どう起こるかわからない、そういった状況じゃないでしょうかね。6番セカンド牧野に対して初球はストライク、第2球を投げました。アウトコース低め直球外れてボールワンボールワンストライクです。6回の表の大分明豊の攻撃、4対2、2点を追いかける展開。6番セカンドの牧野から第3球をワンボールワンストライクでキャリアを上げて投げました。直球打ちました。インコースマークあたりレフトの前のフライになった。レフトがアスコースかかっていきます。下がっていってボールを使いました。アウト、ワンアウト、ワンアウト、ランナーありません。6回の表、4対2、2点を追いかける大分明豊の攻撃です。これで前のイニングから4人続けて外野フライ、すべてストレートなんですね、はい、それに今ね、徐々に捉えつつあるかなという感じがするんですけどね。7番キャッチャー鈴木が左バッター、僕大将になりました。アウトコースで低めの直球を当ててボールワンボールノーストライクです。132キロの表示です。2人目のピッチャーとしてマウンドに上がっています岩手一関学院、エースの寺尾、第2球を投げました。直球打ちました。いい当たり、右中間に上がっている。高い角度、ライトが追いかけていって、追いかけていって、追いかけていって、向こう向き、入った。ホームラン、ソロホームラン、7番キャッチャー鈴木、守りでも見せました。そして今度は打って見せました。今ホームイン、4対3、その差7番キャッチャー鈴木の右中間へのホームランです。大江さん、はい、ストレートにしっかり対応しましたよね。これでね、明豊がちょっとあの流れがいくのかなっていうのは、そういったね、ホームランですよね。そうですか。4対3、守る岩手一関学院、1点のリードはありますが、いい当たりが続いています。大分明豊、最終を投げました。直球インコースによってボールワンボールのストライク。一の時のバッテリーもですね、ストレートの押すのはいいんですけど、緩いカーブがあるんでね、はい、それを交えてもう少し緩急つけた方がいいと思いますかね。今日も何球か投げてますね。そうなんですよね。第2球を投げました。初球まで含まれてストライクワンボールワンストライクです。133キロ、ここのストレートを続けます。8番センターの西村にバッターボックスです。ここまで22球投げてカーブが2球だけなんですよ。2球ですか。はい、あと全部ストレートです、ね、第3球を投げました。初球インコースに攻撃させてボールツーボールワンストライクです。あまりまともにいかない方がいいと思うんですよね。徐々にあのタイミングも合ってきているので、ね、この打線がですね、ツーボールワンストライクからの次は4球目。はい、4球も投げました。初球打ちました。一塁側の内野スタンドに入りますファウルです。ツーボールツーストライク。この右バッターボックスの8番センター西村に対してもストレート4球です。この後9番ピッチャーの野村からこのピッチャーの寺尾に対しては打順2回り目ということになります。8番センター西村に対して第5球を投げました。初球打ちました。その子の前のプロになった。外が前に出てくる。外が取って1塁へ投球。一塁、いいボールが送られてアウト、2アウト、2アウトランナーありません。ただストレートに対して今の内野ゴロなども含めてしっかりと投球がありますが、自分の形で振られているので、やっぱりあの緩急をつけながらですね、形を崩すということがたまに出た配球が必要だと思いますね。さあ、打順寺尾に対して2回り目、9番ピッチャー、左バッターボックス野村が入っています。第1球を投げました。初球は打ったことで低めに当ててボールワンボールのストライク。この後打つ1番レフト高木は今日2安打、そしてデッドボールとって3打席続けた出塁。ワンボールノーストライクからの2球目、第2球をピッチャー寺尾投げました。初球は打つことでストライク、ワンボールのストライク。4対3、6回の表大分明豊、7番キャッチャー鈴木の右中間へのソロホームランで1点を返して4対3、その差1点。第3球を投げた。初球されたバットの先、ピッチャーの前の弱いところになった。ピッチャーが取って1塁へ送球。1塁アウト、3アウト。6回の表大分明豊、7番キャッチャー鈴木のソロホームランで1点を返して4対3、大分明豊対岩手一関学院のゲーム。4対3、岩手一関学院1点のリードです。では三塁側、1点のリードに変わりました一関学院のアルプスの様子を大谷舞香アナウンサーに伝えてもらいます。大谷さん。はい、スタンドには37人の吹奏楽部員たちが黄色の T シャツを着て並んでいます。あ、目立ってますよ、こちらから見ても。本当ですか。はい、この吹奏楽部員、初めて甲子園で演奏する喜びにあふれているんです。というのも、6日に行われた1回戦では、はい、吹奏楽部の県のコンクールと重なってしまい甲子園に来られなかったんです。そうだったんですね。はい、ですが結果は緊張、コンクール後は全員揃ってテレビの前で応援しました。部長の伊藤愛菜さんは甲子園でいつか演奏したいと思って入部しました。夢を野球部員たちが叶えてくれた。今度は私たちが全力で応援して野球部員たちを勝利に導きたいと話していました。伊藤さん演奏するクラリネット、普段は繊細に吹きますが、今日の屋外ではたくさん息を使って力強く吹くということです。
37人の思いが灯った演奏、グランドの野球部員たちに力を届けます。三塁アルプスでした。三塁側岩手一ノ関学院のアルプスの様子、大谷アナウンサーが伝えてくれました。まあ、岩手の一ノ関学院は初戦突破の時点で20年ぶり、その初戦に勝ったことで吹奏楽部がこの2回戦でアルプスに真っ最中を投げました。アルプスの一面処理カーブきましてストライクです。ノーボールワンストライクです。一ノ関のね、三塁の吹奏楽部に良かったですよ ね、 いや本当ですね。ライト投げました、打ちました、ライトへのフライです。ライトが定位置から右折に走っていってボールを使いました。アウト、ワンアウト、ワンアウトランナーありません。6回の裏、4対3、1点のリードに変わって岩手一ノ関学院6回の裏の攻撃です。しかもコンクールでは緊張を取って戻ってきたと、自分たちの成績を残してね、甲子園に来られたということで、非常に今日は乗ってるんじゃないでしょうかね。ここまでもチームも1点リードの岩手一ノ関学院、第1球を投げました、カーブ打ちました、1塁に変えるのファースト正面の方にあった、ファーストが前に出来取ってピッチャーを先制してボールをベースを踏んでアウト、ツーアウトです。ツーアウトランナーありません。6回の裏、4対3、大分明光対岩手一関学院、岩手一関学院1点リードの中で6回の裏の攻撃、ツーアウトランナーなしです。1点取られた後ですね、一関学院で3人で終わっちゃダメですよね。なんとかこう監督が塁に出てるですね。第9を投げました、スライダーインコースの決め外しまして、ストライク、空振りです。ノーボールワンストライク。相手のペースに乗せないことですね、ここ。非常に足の速い関東左バッターボックス。セカンドはかなり下がっています。ノーボールワンストライクからの2球目、第2球を投げました。速球しました、セカンドの左のほう、セカンドがマイトに取った。1塁送球、1塁がどうか、アウト、スリーアウト。6回のライバーで一ノ関学院、1点をその前のイニングに失った中で無得点、4対3、ゲーム6回終わって岩手一ノ関学院対大分明豊、1点のリードは岩手一ノ関学院です。ではこれから1点を追いかける一塁側の大分明豊のアルプスの様子、道場ビアナウンサーに伝えてもらいます。道場さん、はい、ホームランでは900人ほどが青いスティックバルーンを頭の上で参加しました。40人ほどの吹奏楽部の皆さん、こちらは1回戦に引き続き盛り上げます。今年からキャンプテーマの一つに校舎が仲間入りしました。はい、大分出身の南こうせつさんの作曲で話題ですので、はい、1回戦で初披露、しかしキャンプテーマ用のアレンジは高い音や長い音が続き苦しかったそうです。そこで今日の2回戦改良してきました。例えばトランペットは2人同時にではなく1人ずつ代わり番号に吹きます。はい、キーも少しだけ下げました。部長の井口琴音さんは野球部がチャンスをたくさん作ってもそのチャンスが長く続いても音を届け続けますと気合十分です。一塁側でした。道場アナウンサーが伝えてくれました。今一塁側のアルプスタンドは大分のスティックバルーンが非常に目立っています。大分明豊は青が目立ちます。この吹奏楽部も工夫をしながらの応援。第1球を投げました、カーブアウトコースに立てて、ボールワンボールのストライクです。初めてこれカーブが上がりました、ね、そうですね、7回の表の大分明豊、4対3、1点を追いかける攻撃は1番レフトの高木、今日4打席目、第2球を投げました、ちょっとアウトコースに立てて、ボール2ボールのストライク。まあ、大谷さんからは、まあ、このカーブをうまく使った方がいいという話があった中で、初球のカーブの入りというのは非常に目指したね。そうですね、初めてですよね。2ボールのストライクからの3球目投げました。初球インコースで振り外れてボール3ボールのストライク、ボール先行。今日1番レフトの高木は3打席続けて出塁。この高木が出ますと今日ヒットを打っている3番ショートの後藤の前にランナーを置くことになります。ここは高木君じっくり来ると思いますね。4球目を投げました、直球によってボール、フォアボール、ストレートのフォアボール、ノーアウトランナー1塁。大田明豊対岩手一ノ関学院4対3、岩手一ノ関学院1点リードの中で7回の表の大分明豊、ノーアウトランナー1塁です。はい、非常にいいランナーが出ましたね。さあ2番サードの宮崎が右バッターボックスにあります。第1打席はこういった場面で初球をしっかりと送りバットを決めてきました。まあボールもここもね、ゲームの流れからしてですね、クリーンアップの前にスコアリーポジションが置きたいので、基本はバントだと思います。バントの前を見せています。バントが前に出てくる。第1球を狙おうと投げました。見送ってストライク、ノーボールのストライク。初球は1球見ました。一塁側の投げ合うと白いマスク、青の帽子、川崎純平監督のサインを見て、あ、またバントの構えです。ノーボールワンストライクからの2球目、第2球を一ノ関学院ピッチャーの寺尾投げました、見送ってストライク。2球に追い込みました岩手一ノ関学院です。そうでしょう、宮崎君ちょっと中途半端ですよね。バントの構えは見せてはいますが、そして今日は盗塁失敗が1つあります。
大分明豊ノーボール1つ体感3球目第3球を投げる前に一塁へ牽制球を送ります。岩手一関学院今日2人目のピッチャーとしてマウンドに上がっています。背番号1をつけました2年生エースの寺尾です。4回途中からマウンドに上がっています。第3球を投げました。初球を直球によってボールがコンストライク134キロです。ここはただバントの構えはありませんでした。またヒッティングの構え左足を開いて構えます。2番サードの宮崎第4球投げました。初球打ちました。一塁側の内野スタンドに入ったファールです。ここは打って繋いでいく勝ち続けたということになります。そうですよね。まあストラッチも追い込まれたので、はい、切り替わっていますので、宮崎君としてはですね、はい、大振りをしないことですね。コンパクトに、強い打球を投入してますね。次は5球目ワンボール2ストライクから第5球を投げればいい。1塁先制球投げる構えだけでベースも出しました。1塁ランナーの高木が大分大会では盗塁1つを決めています。ワンボール2ストライクから5球目を投げました。初球取られた。いいかよ。これは投げてきた。つなぎました。2ランナーの宮崎にさばいた。ノーアウトランナー1塁2塁。今一塁側のダグアウトからは吉田選手が一応この一塁ランナーの宮崎選手がありました。2球で追い込まれたと。あっと、そしてここで岩手一関学院がピッチャーを変えそうです。背番号18今日試合序盤から投球練習を行っていた1年生サウスポー深澤投手にここで3人目の継投。この場面でマウンドに送ってきました。ここは思い切った投手交代ですね。非常にこうねゲームの流れからしても重要なこれ場面なんですよね、はい、ここでまあ1年生を投球ここでマウンドに送るということは、まあ、相当 の、 この、ね、力があるピッチャーだというふうに思いますね。マウンド上背番号18 1年生サウスポーの高澤奏太投手1年生です。1m88cm85kg 先ほどから投球練習を行っている姿も非常に大きく見えます。高橋監督によりますととにかくコントロールが良くて甲子園初登板でも試合をある程度作れるのではないかと、まあ、昨日の時点では先発ピッチャーとしての起用も示唆されていました。岩手大会でも2試合に先発していまして準決勝も先発しました。計6回と3分の2分を投げて無失点四死球ゼロという内容です。そして三振がイニングを大きく上回る12と8人、まあ、ここは非常に厳しい場面なんで高澤君はですねあまり余計なことを考えずにですね、はい、でキャッチャーの後藤君をしっかり見てですね思い切って手を振ることですね。パンパンショート後藤君がキャッチを投げましたアウトコースの一人に得点を外れてボールワンボールのストライク128キロの表示です。ストレートが130キロ前後と聞いています。三振ショートの後藤初球はバントの構えを見せました。今日ヒット1本となっている後藤です。この後4番5番に今日ヒットはまだありません。左ピッチャーにこの試合初めて変わったところこの後打つ4番ファースト竹下清人は右バッター。打席は3番ショートのバントの構えによってボール2ボールノーストライクボール先行。岩手大会では6回3分の2も投げて2球0という非常にコントロールがいい高田投手をこの場面でマウンドに上げてきた三塁側ダグアウト高橋秀太君です。2ボールノーストライクからの3球目投げたバントの構えバントしていきましょう。3塁側のバントで投げて切れましたファール2ボール1ストライクです。127キロのストレートでした。これ守りまで横浜学院としてはどうですか。これファーストが少し前には出てきていますがまず1つアウトを取るっていうことでいいと思いますね。そうですか、はい、まあ、ピッチャーも1年生ですよね。まずアウトを取って楽にしてあげる無敵楽にしてあげる4球を投げましたファーストすいませんこれもファール三塁が方向に転がります。このイニングは大分明豊簡単に送ることができていません。2ボール2ストライクです。ノーアウトランナー1塁2塁7回の表4対3大分明豊同点に追いつくチャンスを作っています。4対3守る岩手一関学院1点のリード追いかける大分明豊7回の表で攻撃ノーアウトランナー1塁2塁5回試合5球をやりましたバント正解の3塁側のバントになりました。2番で送りバント成功サーブが取って1塁が取って1塁はアウト送りバント成功。ここで仙台のスタジオから気象に関する情報です。大雨警報が岩手県の一戸町に出ました。大雨警報が岩手県の一戸町にそして洪水警報が岩手県の八幡平市に発表されています。洪水警報岩手県の八幡平市に発表されています。仙台からお伝えしました。守っています。バンナウト
ました。二塁三塁7回の表大気を抜けると直球された坂の前のボールでした。三塁ランナーホームに進む。二塁ランナー三塁に一塁へ投球して一塁がアウト。1点返して同点に追いつきました。王者名簿7回の表4対4セカンドゴロの間に同点に追いつきました。これが今で1つ1つ名簿を抜かないですよね。今のねさあこの後です。ここで1点やるとね、追い越されてしまうとね、非常にあの流れが平凡にしてしまうんで、ここは踏みとどまりたいです。初球を少し出てどうですか、この回復。はい、なんとか踏みとどまりたいですね。5番ライトの竹内さん、桃之助、今日守備でいいプレーがあります。左バッターボックス、今日ヒットはまだありません。第2球を投げました。初球を見事に低めに取ってストライク、1ボールのストライク126キロ。ただ非常に角度があります。ステージの端の端です。長いケア、少し真上というよりは斜めから出てきます。第3球を投げました。初球アウトコースを外されてボール2ボールのストライクです。アウトコース中心の投球です。130キロのボールです。ここはもうストレート1本でね、しっかり決めて仕留めるような攻撃が必要ですね。第4球を2ボールワンストライクから投げました。変化球アウトコースに決め外れてボール2ボール3ボールワンストライクです。これでますますにストレート張りやすくなったんで、竹内さん、桃之助君がですねコンパクトに、強い打球を取りた気持ちが必要ですね。この後を打つ6番セカンド牧野が今日まだ3打席ヒットはありません。7番キャッチャー鈴木が前の打席です。このホームランを中間に放っています。第5球を投げました。ストレート打ちました。ファウル、バックネット当たります。今のスイングでいいですか。まあ、ストレート1本から当たっていきますね。さあ、2アウトランナー3塁、3塁ランナー帰れば勝ち越し。7回の表の大分明豊の攻撃、4対4と同点に追いついています。6回、7回に1点ずつ。6球を投げました。初球打ちました。3塁ランナーまでが飛んでいく。勝ち越しのホームイン。5対4、打ったランナーは2塁向かってネットからボールが投げに返ってくるだけ。タイムリーツーベースヒット。最後はアウトコースのストレート、強振着地ネットの左に運びました。5番ライトの竹下桃之助、8得のタイムリーヒットで5対4。この試合に初めて大分明豊が勝ちリードを奪いました。1球前にストレート振っていただけにですね、次ボール2ストライクからね、しっかりあの合わせることができましたね。これ追い越したのが大きいですね。さあ5対4、この試合初めてリードを奪った大分明豊、第1球を投げました。初球打ちました。センター後半のプレーヤー、センターが下がる、センターが下がる、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 カットされましたが、センターカット素晴らしいプレー。スリーアウト。5対4、7回の表、大分明豊、2点を追加して勝ち越しに成功。5番ライトの竹下桃之助のレフト線へのタイムリースリーベースヒットで5対4。この試合初めて岩手一関学院に対してリードを奪いました。この放送の解説、社会人野球 JR 東海で監督、そしてキャッチャーとしても活躍されました大山忠さんです。八百屋さん、はい、追い越されてはダメというお話があった中で、この一本が出ました。非常にあのね、竹内さん、桃之助君ですね、スリーボールワンストライクからスタートのね、はい、この頭のスイングの修正がしっかりできましたよね。非常に内容のある、見応えのある回でしたね。そしてこれからまあ1点を初めて追いかける形になった岩手一関学院は、打順トップから1番ショートの原田からという打順になります。とにかく変化球への対応ですね。浮いた変化球を狙っていく必要があるという大谷さんの判定。大気を投げた、スライダーアウトコースの低めに外してボールがボールノーサイ。今のあたりですね、手を出してはいけない球ですね。ワンボールノーサイからの2球目を投げました。スライダー打ちました。ファール、バックネット。今の高さはどうですか。今のはいいと思いますね。ただの打つ方向ですね、方向、はい、はい、センターから逆方向を打った方がいいですね。ワンボールワンスライクから3球目、キャッチャー外の手前で投げました。またスライダーインコースで肩立ててボール2チームです。2ボールワンスライクです。2ボールワンスライクからの4球目投げました。初球でインコースに送ってバット出かかりましたが、スイングありません。ボールです。3ボールワンスライク。ここは1球に送った方がいいと思いますね。待っていいですか。はい、待ってね、食らいついていく。5球目を投げました。スライダー打ちました。ファール、高めに浮いた変化球振っていきました。どうでしょう、ちょっと高かったですけどね。先頭バッター、先頭バッター、はい、この先頭バッターね、今日ヒットが出ている中軸に繋がっていきます。第6球を投げました。スライダー見送ってボール、フォアボール。7回の裏、岩手一関学院5対4。
ノーアウトランナー1塁、中軸の前にランナーをまず1人連れてきました、はい、先ほどの明豊と同じような形になりましたよね、はい、トップバッターがフォアボールで出て、明豊は2点取りましたよね。うちの生活も1番バッターがフォアボールですね。非常にいいランナーが出ました。ここで明豊は守りのタイムを取ります。背番号14をつけました矢野伊吹がベンチからの指示を伝えに行きます。そして今一塁側のカメラマン席の前では背番号15をつけました初戦でも好リリーフがありました3人目のピッチャーとしてマウンドに上がっていた森山投手がキャッチボールを行っています。おそらく投球練習を終えてこの後に備えているような展開です。さあ7回の裏の岩手一関学院1点を追いかける攻撃ノーアウトランナー1塁2番ジェフの左バッターボックス今日この後打った3番4番にはヒットが出ています。1塁へ牽制手から戻ってタッチありません。2番レフトの土田は今日ヒット1本大起用のようなバントの構えバントできましたファースト1塁側の2番手になった送りました最高ファーストが取って1塁へ送球1塁がアウトワンアウトランナー2塁という形を1球で作りました2番レフトの土田です。ワンアウトランナー2塁として今日ヒット1本の3番セカンド小杉そして2安打の4番キャッチャー後藤を迎えます。でこれいい形になりました小林さん。そうですよね。ここは小杉君がねこの日彼は自分のバッティングを調整してほしいですね。変化球じゃないですね。大丈夫です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 。ボールがボールのストライクです。ここはカーブができてまっている98キロの様子です。変化球をしっかり貯めてですねここは本当にキャンプ方向に行ってほしいですよね。外野は極端には前には来ていません。レフトが定位置やや前第2球を投げました。スライダー打ちました。空振りです。すぐチェックです。こうして外に逃げていくとワンボールワンストライクです。中に入っていくのがスライダーそして外に逃げていくツーシームがあります。第3球を投げました。スライダー打ちました。ファール一塁側のダグアウト方向に転がっていきます。このツーシームを見せられた後に今度は中に入っていくスライダーですね。非常にいいコースに来るんですよね。追い込まれた後の対応としてはどんなことですか。ここはね、食らいついていくだけなんですよ。コンパクトに振ることですよね。コンパクトに、はいはい、大きい当たりはいらないですからピッチャーの足元を狙う、そういった気持ちでいいと思いますね。4球目、ピッチャー野村キラブ胸の前、長い前から投げました。ツーシームを落としてボール2ボールストライクです、はい、アウトコースの低めにツーシームを1球見せました。しかし見てますね。この後のボールですね。この次の球は勝負球だと思うんですね。おとなしい低めのボールで誘ってくると思うんですよね。インサイドに構える第5球を投げました。直球アウトコース外れてボール3ボールです。ここで珍しくストレート使っていました。今ね裏をかくつもりでキャッチャーもついて、まあ、インコースのストレートを要求したんですよね。非常にいい狙いだったと思いますね。鈴木は今日ホームラン1本に先ほど守りでもいいプレーがあった中で好リード。第6球の2塁へ限定ショートベースカバーに入ってタッチはありません。まあ、こういったところですね、しっかり間合いを取ってですね、次の投球で捉えると、そういったあの今の間合いですね。3番セカンド、小杉左バッターボックス、ピッチャー野村、右オーバーハンドから最後、球を投げました。変化球、空振り、空振りの三振、最後はチェンジアップ。真ん中低め、小杉に対してはこの時は見たくなかったボールで、空振りから。あの間合いが良かったですよね。間合いですか、やはり3塁への先制を見せたところ。しっかり間合いを取って腕を振ってチェンジアップ。しかもいいコースにして真ん中からね決めることしましたよね。いい判決ですか。まだ怖いバッター4番キャッチャーのことを今日2本の人前の打席では追い込まれた後外寄りのスライダーにバットを差し出そうな形でライトの前に落としました。追い込まれるまでは積極的に振ってきます。第1球をキャッチャーの外に構えて投げました。ピッタリ落ちました。ファール今は高さを詰めてました、ちょっと危険な球ですね。後藤君も狙いは良かったと思います。この後藤キャッチャーはこういったボールも目立ちます。そうなんですよね。ここはもう本当にあのワンバウンドボールぐらいのところにバウンドですね。さっき一度ワンボールランサイから投げました。スライダーアウトコースに当ててボールワンボールランサイから5対4、1点を追いかける展開に変わった7回の裏の岩手一関学院の攻撃。ツーアウトランナー2塁同点に追いつくチャンスを迎えています。7回の裏の岩手一関学院外野はほぼ定位置。第3球を投げました。スライダー打ちました。バットの先1塁側のダグアウトコースに送球が続けてファール。ワンボールツーストライクですけども、中に入っているボールだったでしょうか。さあ、ワンボールツーストライクです。追い込みました、バッテリー。ここも先ほどと同じようにですね、自分の周りで最後は、まあ、落としてくると思うんですよね。ワンボールツーストライクです。4球のキャッチャー、外に構える。第4球を投げました。スライダー！ということで、1球によってボール、ツーボール、ツーストライク。ツーチーム、チェンジ
ったでしょうか。ボールの落とすような軌道、ツーボールツーストライクです。ツーアウトランナー2塁、よく見送りましたね。同点のチャンス、7回の裏、今で一関学院5対4、1点を追いかける時、第5球、投げた、スライダーチャンス、仙台ゴールで抜けていくと、いや、投げた、頭切っている、3人5者、回った、回った、この学院、ボールにも返ってきた、当たった、2回、内野にボール返っていただけ、同点に落ちてきました、後藤翔吾さんなんだ、5対5、最後も追い込まれた後、後藤へのスライダーだったでしょうか、しっかりとピッチャーの足元に返してきました。その前のですね、あのツーシームの見送り方が良かったですからね、もう理想的なバッティングですよね。変化球を引きつけてセンターにスナルの打ち返し、これはもう後藤君の勝ちですね。また同点に追いつきました、岩手の一関学院です。5対5の同点、天気を追いました。カーブアウトコースで引き当ててボールはボールの再開、5番ライトの小野に見てが見ましたボックスです。この分もですね、先ほどのいい形でライトに打ってるんで、変化球は進行ですよ。第1球を投げました。カーブ空振り、ワンボールワンストライクです。ここカーブ2球使ってました。カーブはあのタイミングが合ってるんで、ちょっとバッテリー考えた方がいいですね。外野は深め、5対5の同点、7回となる一塁側にいる攻撃、ワンボールワンストライク、3球まで投げる前に1塁へ牽制球、投げる構えだけ。1塁ランナーは今日2本目の対戦1球を放った4番キャプテン後藤、ワンボールワンストライクの3球目を投げました。スライダー打ち込んで低めに落として、ボールワンボール、ツーボールワンストライクです。斜めに曲がって落ちていく軌道です。小野君も今の見送り方がいいんで、変化球を続けると、ね、それが浮いたらちょっと危険ですね。ストレートを見せた方がいいですね。一球見つけた方がいいと思いますよ。完全に変化球の感じになってますね。ツーボールダンサーからの4球目、たったインサイドに構えた第4球を繋ぎました。初球アウトコース、インコースの高め、少し浮いたボール、中心部です。スリーボールワンストライクです。ボール先行、一塁側のカメラマン席前では背番号15の森山がタッチボールを行っています。スリーボールワンストライク、大分明豊勝ち越した後の7回の攻撃、全員状況投げました、打ちました。三塁側の内野席に入ります。スリーボールツーストライク、フルカウントまでいきます。今のはちょっとね、あの変化球に対して合っていないような仕方でしたんで、あのスイングを見せられるともう一球続けたくなるような形ですよね。外野は深め、これで一塁ランナースタートを切ります。ツーアウトランナー一塁、6球目を投げます。ランナースタート、打ちました、ショートの前で弱いボールになった、ショートが前に出てくる、ショートが前に出てくる、後藤を取って何ピクショー、一塁がアウト、スリーアウト。ただ7回の裏、すなわち一関学院勝ち越された後、またしても4番キャッチャー後藤、今日3本目のヒットはセンター前のタイムリーヒット。5対5の同点。ここで仙台のスタジオから海上予報をお伝えします。三陸沖東部海上濃霧警報が出ています。風は南西の風13メートル、天気は晴れ、ところにより霧、見通しは500メートル、波は3メートル。三陸沖西部海上風警報と海上濃霧警報、風は南西の風15メートル、午後3時までに南の風13メートル、天気は晴れ、ところにより雷を伴い、ところにより霧、見通しは8キロ、ところにより500メートル以下、波は3メートルです。秋田沖は海上風警報、風は南西の風15メートル、午後3時までに10メートル。天気は曇り時々雨、ところにより雷を伴うでしょう。見通し8キロ、波は3メートル。夜の9時までに2メートル。津軽海峡海上濃霧警報です。風は南西の風10メートル、夜9時までに8メートル。曇り、ところにより雷を伴い、ところにより霧、見通しは500メートル、波は2メートル、夜9時までに1メートル50センチとなっています。仙台のスタジオから海上予報です。だからもうミスをした方が、第9球を投げました。バント構え、バントしていきます。セーフティーバントを防いでファール。ノーボールアンサイです。はい、ミスをした方が勝敗を決する、そういう展開になりましたね。はっきりとしたエラーは今日明豊が立て続けに2つのエラーがありました。ただその後しっかりと同点に追い勝ち越した明豊、すかさず同点に追いついた静岡学院、第1球を投げました。スライダーアウトコースの低め外れて、ボールワンボールワンストライクです。前のイニング途中からマウンドに上がっています静岡学院、今日3人目のピッチャーの高澤、第3球を投げました。初球チャンス、引っ張ったってファーストスキャンス正面に強いところ、ファーストが腰を落として取って自分でベースを投げました。アウト、バンアウト、ワンナウトランナーありません。8回の表、5対5の同点、大分明豊の攻撃、守る一関学院、ワンナウトランナーありません。8番センターの西村が右バッターボックスに入ります。西村は今日ヒットはありませんが、第1打席でフォアボールを選んでいます。
一人でもランナーが出塁しますと、1番今日当たっている高木の前にランナーが出ます。第1号投げました。アウトコース直球外れてボールワンボールノーストライク。西村君はですね、非常にリストが強いバッターなんで、高めに打った変化球はそれは投げました。要注意ですね。この後背番号15の森山がマウンドに上がることが予想されます。ただその前に8回の表、大分明豊ワンアウトランナー1塁、5対5の同点。第1球を投げました。直球アウトコースに外れてボールワンボールノーストライクです。Thank you.
であればそうですよね、どちらにも対応できる運転手ですね。マンゴー搭載からの2球目ゴールドランナー1塁3塁1塁1塁を全国の中で弱いところだ。今ホワイトボールに追加高台が取ったファミリーが作って1塁3塁1塁は2号が上がってアウト。追い込みました。5キロを使いました。ボールにボールを使いてここまでも
Thank you.
勝者名簿、ついに2点のリードをこの試合初めて奪います。5対5の同点以来、そしてこの9回の表に大分。